スタンウィックス取り出包囲戦は、アメリカ独立戦争のサラトガ方面作戦初期、1777年8月2日から22日に起こった包囲戦である。モホーク川流域にあった、スタンウィックストリデは、当時大陸軍が対抗するイギリス軍と、同盟インディアンに対する主要な防衛拠点だった。トリデは、ピーターガンズボート大佐の指揮するニューヨークと、 マサチューセッツからの大陸軍が占めていた。これを包囲した軍勢は、イギリス軍勢規兵、ロイアリスト、ヘッセンハーナウからの傭兵、及びインディアンで構成され、イギリス軍のバリーセントリージャー准将と、色イ,イ族インディアンの指導者、ジョセフ・ブラントが指揮していた。バリーセントリージャーの遠征部隊は、ハドソン川流域の支配を目指したジョン・バーゴイン。 将軍のサラトガ方面作戦における別動隊だった。包囲戦の初期の8月6日にニコラス・ハーキマーの指揮するニューヨーク民兵隊がオリスカニーの戦いでイギリス軍文献隊に止められ、砦の包囲を破る試みがついえた。この戦闘に砦の守備隊は関わらなかったが、 いくらかの兵力が出撃して、無防備に近かったインディアンとロイヤリストの宿営地を襲った。このことで、セントリージャーに対する支援インディアンの指揮が落ちた。大陸軍のベネディクト・アーノルド将軍が指揮する援軍が近づき、アーノルドがその勢力以上の部隊を持っていると、包囲するイギリス軍に信じ込ませる巧妙な策略を使ったことで、取り出の包囲は破れた。これに加えて、 インディアンの戦士たちは包囲戦に興味がなく、その所有物がなくなったことによる動揺もあって、インディアンの支援を失った。セントリージャーは、包囲を諦めて撤退した。セントリージャーが目指していたオールバニへの進軍ができなくなったことで、バーゴインの本体は孤立し、後の1777年10月のサラトガの戦い後に降伏することにつながっていった。 セントリージャー隊は9月下旬にタイコンデロガトリデに到着したが、その時はすでにバーゴイン本体を救援するには遅すぎた。スタンウィックストリデは、同いだ運搬所と呼ばれる戦略的に重要な陸路、搬送地点にあった。ハドソン川に注ぐモホーク川とオンタリオ湖に注ぐナイダ湖の間、現在ではニューヨーク州ロームの位置である。イギリス軍が、 フレンチ・インディアン戦争の1758年に地域で唯一乾燥した立地に建設し、その後は荒廃するに任されていた。アメリカ独立戦争が1776年にニューヨークとケベック植民地の間にあるフロンティアにまで広がった時、この場所は再び戦略的に重要な地点になった。イギリス本国の植民地担当大臣。 ジョージ・ジャーメインとジョン・バーゴイン将軍がハドソン川流域の支配を目指す作戦を立て、その中に国王ジョージ三世がモホーク川への別動隊と表現した遠征も含めていた。1777年3月、ジャーメインはバリー・セントリージャー中佐にその遠征隊の指揮を取らせる命令を出した。セントリージャーはフレンチ・インディアン戦争にも従軍したフロンティアの 経験がある軍人だった。1777年4月、大陸軍のフィリップ・スカイラー少将が、ピーター・ガンズボート大佐の指揮下にある、ニューヨーク第三連隊に、ケベックからのイギリス軍と、インディアンによる侵略に対して、守備隊として、砦に入り、その修復を行うよう命令を出した。ガンズボートの部隊は5月に砦に入り、即座に防御工作を始めた。 この時砦を公式に、スカイラー砦と名付けたが、元のスタンウィックス砦という名前で広く認識されていた。友好的なオナイダ族インディアンから、イギリス軍がモホーク川流域への進行を計画しているという情報が入り、そのことが7月半ばまでに確認されて、工事の進行に拍車がかけられた。7月初旬、ガンズボートは状況をスカイラーに報告し、 物資や弾薬が不足していることを伝えていた。スカイラーは7月8日に補給物資を取り出に送るよう命令した。バリーセントリージャー、18世紀の版がバリーセントリージャーは、この遠征のために順庄に名誉昇進しており、イギリス正規軍の第8、及び第34不評連隊、多くの砲兵隊員、ヘッセハナアウの両兵80名、 ニューヨーク王室連隊のロイヤリスト350名、バトラーズ・レンジャーズの1個中隊、及び約100名のカナダ人労働者を集めた。大砲は6ポンド砲2門、3ポンド砲3門、及び小さな迫撃砲4門だった。6月23日にモントリオール近くのラシーンを出発するときに得ていた情報は、取り出に約60名の守備隊がいるだけであり、 セントリージャーはこれだけの部隊であれば、荒廃した砦を落とすのに適当だと考えた。セントリージャーは、砦の守備隊から捕まえた捕虜が、セントローレンス側に連れて来られた時に、大陸軍がスタンウィックス砦を占領したことを知った。さらにその捕虜から、砦が修復され、600名以上の守備隊がおり、イギリス軍が来ることを予測しており、その勢力と、 経路も知っていることを聞いた。遠征隊に同行していたインディアン代理人、ダニエル・クラウスが、セントリージャーに、オスウェゴに行って一体のインディアンを徴兵することを、勧めた。7月14日には、オスウェゴに到着し、ジョセフ・ブラントと800人のインディアンが、遠征隊に加わった。これは主にも、ホーク族とセネ家族の者たちだったが、 色恋連邦の他の部族の者や五大湖地方のインディアンも入っていた。色恋連邦のうち、オナイダ族とタスカローラ族はこの時も中立を宣言しており、加わらなかった。オスウェゴを出発した後で、セントリージャーの元に取り出に、多くの物資が運び込まれつつあるという情報が入った。セントリージャーは即座にブラントと200名のインディアン。 および30名の正規兵を派遣し、その物資を横取りして、砦の包囲を始めるよう命じた。ブラントの部隊は8月2日に砦に到着したが、すでに遅かった。マサチューセッツ第9連隊の200名が護衛する、市長隊が、すでに到着し、荷を下ろしていた。ブラント隊は、市長隊の船の船長を捕まえることができた。 マサチューセッツ連隊の兵士は砦に止まった。セントリージャーの主力部隊が翌日到着した。ただし、大砲が到着するにはさらに数日を要した。セントリージャーはまず砦の前で、戦いの衣装に身を包んだインディアンを含め、自衛行進を行うことで、砦の守備隊を怖がらせようとした。これが失敗すると、バーゴイに将軍が書いた。 宣言書を持たせた施設を派遣した。ガンズボートは、回答を拒否した。セントリージャーは続いて包囲戦の準備を始め、正規兵と砲兵は、鳥の北にある、小高い位置を陣取らせ、インディアンとロイヤリストの大半はその南に着かせた。モホーク川沿いにはインディアンに紹介戦を張らせた。1777の地図、包囲する、部隊配置を示す。 砦は、中央やや右セントリージャーの砲兵隊は、タイコンデロが砦陥落後に、バーゴイン本体に仕掛けられてその歩みを遅らせた、戦術にあって難従していた。ガンズボートとその部隊は、イギリス軍が来る、森の道に、体系的に木を切り倒しておいた。セントリージャー隊は大砲を進めるために道を、切り払って進む必要があった。この作業のために、 舞台の250名が動員され、実際に砦出を取り囲んだのはインディアンが大半になった。8月5日、セントリージャーは、ジョセフ・ブラントの姉モリーから、大陸軍の援軍がモホーク川を遡って来ているという情報を得た。ニューヨーク植民地のトライアン軍安全委員会は、7月30日に、セントリージャー隊の動きについて情報を取得し、 応援部隊の結成に取り掛かった。8月4日、トライアン軍の約800名がデートン砦に集結した。指揮官は委員会議長のニコラス・ハーキマーだった。翌日遅く、この部隊はスタンウィックス砦から10マイルにまで到着した。これを知ったセントリージャーは、ジョンソンに少数の正規兵とレンジャーズ、さらにはブラントとインディアンの大半をつけて、 ハーキマー隊の進行を阻止するために派遣した。この部隊が待ち伏せを行った、オリスカニー・クリーク近くでの戦いでは、両軍ともに、かなりの損失を出し、ハーキマーはその足に重傷を負った。大陸軍は、セントリージャーの文献隊を交代させたが、ハーキマー隊は、損失が大きかったために、デートントリデまでの交代を強いられた。ハーキマアはこの時の傷が元で死んだ。 この戦闘の間にセントリージャーにとっては別の損害も受けた。ガンズボートの守備隊は敵のかなりの勢力が不在になった時に付け込んで出撃した。ガンズボートの副司令官マリナス・ウィレットが250名の兵士を率いて出て、ほとんど空になっていたインディアンの宿営地を襲撃し、ジョン・ジョンソンの命令墓、遠征の作戦書、ガンズボートの巨員者から、 イギリス軍が奪っていた手紙を含め、荷車数量の戦利品を略奪した。この部隊が荷車一杯の物資を回収したという話はおそらく真実ではない。これはマリナス・ウィレットがご反省で書いた回想記によるものであり、出撃当時の証言ではない。ウィレットの初期の日誌には荷車の記述がない。ジョセフ・ブラント、19世紀に描かれた 肖像がイギリス軍文献隊がオリスカニーから戻ると、インディアンの所持品や寝る時の毛布まで、その宿営地から多くのものがなくなっていた。オリスカニーの戦いでは、インディアン戦士が多く倒れていたこともあって、このことはインディアンをひどく動揺させた。彼らはそれまで、ほとんど戦っていなかった白人が、これからの戦闘の大半を行うことになるとも、告げられていた。このように、 インディアンとセントリージャーの間の信頼関係に、裂け目が生じたことで、最終的に包囲戦を失敗させることになった。セントリージャーは、オリスカニーでの勝利をネタに再度取り出の降伏を要求したが、ガンズボートはこれも拒否した。翌日、セントリージャーは三度目の降伏を要求する死者を送ったが、これには、オールバニーに、バーゴイン軍がいることと、インディアンには、 砦の虐殺を許可し、守備隊の出身であるもホーク川流域の町を破壊する許可も与えたという虚偽の情報も伝えていた。砦のウィレット中佐は、あなたはその制服からイギリス軍士官である。よってあなたがもたらした伝言は、イギリス軍士官の評判を落とすものであり、イギリス軍士官が持っている評判に決して値するものではないと告げさせていただきたいという弁に答えた。 イギリス軍の施設が提案した3日間の急戦を生かしたガンズボートは火薬が不足してきていたので8月10日にスカイラーの元にウィレットを派遣して現状を説明させることにしたウィレットはイギリス軍の前線を抜けてもホーク川を降りベネディクト・アーノルド少将が指揮する救援部隊に落ち合ったピーター・ガンズボート ギルバート・スチュワートによるユサイ・スカイラーは8月8日のオリスカニーの戦いについて報告を受けており、翌日、エベネザー・ラーニドのマサチューセッツ第4連隊を取り出の救援のために派遣していた。8月12日、ウィレットの到着前のことだったが、スカイラーは作戦会議を召集し、すでにハドソン川に到着したバーゴイン本隊とセントリージャー体操法の脅威に、 対処する方法を協議した。タイコンデロガトリデからアーサー・セントクレア将軍の部隊が撤退したことをスタンウィックストリデでも繰り返すようになることを恐れ、作戦会議ではほぼ全会一致でスタンウィックストリデの解放部隊派遣を止めた。スカイラーはこの決定に反対であり救援部隊派遣に固執していたので、アーノルドがその部隊を率いていくことを申し出た。この スカイラーの行動に加えてピークスキルを本拠にするイズラエルパットナム少将が8月14日にニコレ隊を派遣した。この部隊はすでにもホーク川流域を守備人無知としていた。これら2つの部隊は包囲戦が終わった時にはまだ皇帝半ばであり、その知らせを受けて戻った。アーノルド、ウィレットと700名の大陸軍は8月20日までに デートン砦に到着した。アーノルドはここで部隊を大きくしたいと考え、トライアン軍の者たちに再度セントリージャー隊に対抗することに関心を引こうとしたが、100名ばかりを徴兵できただけだった。その後、友好的なオナイダ族やタスカローラ族を説得して隊に加わらせるか、スカイラーに別の1000名を要請してそれが入れられるかを期待して待機することに決めた。 しかし、包囲戦が重要な局面に来ており、行動が必要だという知らせが届いた。セントリージャーはその大砲が長射程では、鳥出の壁に対して無効であることがわかり、より鳥出に近い陣地を構築するために、残豪掘りを始めさせていた。ガンズボートは、包囲陣の残豪が、鳥出の両方の一つに攻撃できるほど近づいてきたと知らせてきた。 ベネディクト・アーノルド、1776年のメゾチント・アーノルドは、自部隊の勢力に不満であったので、イギリス軍宿営地に問題を起こす策略を講じた。デートン・トリデに、イウルチに、多くのロイヤリストを逮捕しており、その中には、ホン・ヨスト・スカイラーも含まれていた。ホン・ヨスト・スカイラーは、ニューヨーク王室連隊の隊員であり、スタンウィックス・トリデを攻撃しているも、 ホーク族インディアンの中で育ったものだった。アーノルドは彼を説得して、ダークイーグルの指揮する大勢のアメリカ兵が、セントリージャーの宿営地に向かっているという噂を広めさせた。本ヨストの行動はやはり捕虜の中にいたその兄弟を人質にすることで保証された。アーノルドの計略はいくらかの成功を収めたと考えられている。セントリージャーは8月21日に、 アーノルドが3000名を率いて急速かつ強行軍で近づきつつあると報告した。この日アーノルドはまだデートントリデを発してはいなかった。セントリージャーが作戦会議を開いた時、すでに約200名のインディアンが宿営地を後にしており、作戦会議に出てきたインディアンも包囲戦と彼らの持ち物がなくなったことに不満であり、包囲戦を止めなければ引き上げると脅した。 8月22日、セントリージャーは、宿営地を畳み、オンタリオ後方面へ引き返し始めた。後には、かなりの量の装備が残された。セントリージャー隊の多くのものが脱走するか、砦の守備隊に捕獲された。その中には、ホン・ヨスとスカイラーも含まれていた。アーノルド隊は、友好的インディアンの到着で補強され、8月23日に、スタンウィックス取まで、 約10マイルのところまで進んでいた。そこで、ガンズボートからの伝令が、セントリージャー隊の出発を知らせに来た。これに力を得たアーノルド隊はその日の夜に取り出に、到着した。翌日早く、アーノルドは500名の部隊を派遣して、セントリージャー隊を追撃させた。セントリージャー隊は以前は、支援を受けていた同盟インディアンからあざけりや、嫌がらせも受けていた。 アーノルド隊の前衛が激しい雨の中を、オナイダ湖岸に到着したとき、セントリージャー隊の最後の船が岸を離れるときだった。アーノルドは、鳥でとも、ホーク川沿いの小さな基地に守備隊を残し、1200名の部隊を引いて、大陸軍主力と合流するために急いで引き返した。セントリージャーは、ナイダ湖にあるときに、インディアンの伝令から、 アノルド隊の真の勢力を知らされた。8月27日、オスウェゴーからバーゴインに当てて、シャンプレーン以降を経て本隊に合流するつもりであることを伝えた。セントリージャー隊は9月29日にタイコンデロガトリデに到着したが、この時はすでにバーゴイン軍を救援するには遅すぎた。バーゴインはその作戦が失敗した原因について、 セントリージャーがモホーク側を抜けることに失敗したこと、及びロイヤリストからの支援がなかったことに一部を変えさせていた。バーゴインはアップステートニューヨークでところを得たロイヤリストの放棄があれば大陸軍の資源を分散させ、自軍あるいはセントリージャー隊のどちらかの進軍が成功するだろうと考えていた。またセントリージャー隊がタイコンデロガトリデに到着すれば、 自軍の退却を支援してくれるとも期待していた。しかしセントリージャー隊がタイコンデロガトリデに到着した時はすでに自軍が包囲されており、ベミスコーチの戦い後に降伏することになった。バーゴインは降伏後の分析で、ウィリアムハウ将軍がバーゴイン軍を支援できなかったことで、ジョージ・ワシントン将軍がニューヨーク市周辺の地域からその資源を回すことを可能にし、 スタンウィックス砦の救援とサラトガへの援軍送方を可能にしたと記している。スタンウィックス砦自体は、この包囲戦後ほとんど戦闘がなかった。1779年春、大陸軍はこの砦を出発点として、オノンダがキャッスルを破壊した。1780年、取守備隊は、ジョセフ・ブラントの指揮するインディアン大部隊の攻撃を受けた。 この戦闘は、十分に防御を施した砦と、武装が粗末なロイヤリストインディアンの間で3日間の、硬着状態になった。また、戦争全体を通じても、ーク川流域を移動する、ロイヤリスト襲撃隊の標的になり続けた。最終的に1781年春、洪水と火事で、砦の大半が破壊され、大陸軍は砦を放棄した。 スタンウィックストリ出は19世紀に破壊された。その跡地は1935年にアメリカ合衆国国定記念物に指定された。1961年にはアメリカ合衆国国定歴史建造物に、1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。1970年代にアメリカ合衆国国立公園局によって、 砦が再建された。ありがとうございます。